皆さんこんにちは、山本由伸です。そろそろホワイトデーということでですね、まあ、今回どんなお返しがいいのかというような話をしたいと思うんですけれども、うん、はい、その前にまあバレンタインがどうだったのかということをですね、ちょっと武田パターンも問い詰めていきたいかなと思います。どうですか？問い詰められました、はい。今年は義理チョコ1個だけです。義理チョコ1個、確定で義理チョコ1個です。本当は本当に義理チョコ1個でした。去年より減っちゃいましたね、今年。この人からもらえるかなと思ってたけど、もらえなかったみたいなのありますか？もらえたら嬉しいなは1個あったんですけど、綺麗に撃沈しましたということでですね、はい、まあ、来年ができればリベンジしたいと思いますので、もう来年の話になっちゃう。見ている女性の方、はい、かなり少ないと思いますけれども、はい、こちらの方に来年は送っていただければと思います。武田パターンの幸せのため、幸せになればですね、筋肉も増えてくると思いますので、ぜひチョコレートプロテインとかではなく、そうあのバルクスからもいただいておりますので、はい、本物のチョコレートをぜひ送ってください、はい、こちらの方に送ってください。一回も載せたことないんですよ、それでここって。で、私の方なんですけれども、はい、まあ、例年と大体同じぐらいではあったんですけれどもですね、ちょっと面白いことにかなりかぶりまして、何がかぶったかと言いますと、カカオキャットっていうなんか猫関係のチョコレートのブランドがあるんですかね。それをくれた方がとても多かったので、ちょっとびっくりしました。あ、こういうものもあるんだなと。山本先生が猫好きだからですね、多分。そうですね、おそらく、まあ、その猫が好きだからこのチョコレートっていうふうに皆さん考えてくれると思いますので、それがとても嬉しかったという印象がございます。いいな。そしてホワイトデーのお返しなんですが、まあ、ギリチョコ1個ですけれども、その1個も大事にしなければいけない。もう1個って言わないで、悲しくなるから。あの、本当にお世話になってる方から唯一もらった1個なので、ちゃんと今年しっかりと何かいいお返しがしたいです。ではお返しとしては何を考えてますか？それがこう、何でしょう、もらい慣れてないからお返し慣れてないっていうのもあってですね、リアルな話。これまではどうでした？これまではどんなお返しを？食べれるお菓子かハンドクリーム、うん、食べれるお菓子なんてない、食べれないお菓子なんてないや。あまりにもテンパりすぎて今もう。食べれるハンドクリーム。そんなないです。食べ物のお菓子か、ハンドクリームとか、そのちょっと香りがあるものかですね、この5年間で揚げたものがあるとすれば。ハンドクリームですね、結構難しいじゃないですか。そうなんです。香りって結構好みがあって、まあ、ボディバターとかいろいろあると思うんですけれども、はい、まあ、なかなか好みがあるのでちょっと難しかったかなというような記憶がありますね、うんうん、では逆にこれは喜んでもらえたっていうようなのありますか？もうリアルな昔の話なんですけど、お付き合いしてた女性に対してのお返しで手紙を渡したっていうのはやったことあります。お返しで手紙？あ、もちろんちゃんとそれも以外にもあったんですけど、手紙を書いたことがありました。どんな内容の手紙だったのか聞きたいですね。それは付き合いたてだったので、日頃の感謝とかを多分書いて渡した記憶があります。それが唯一まともにちゃんとしたホワイトデーのお返しの手紙で日頃の感謝。日頃の感謝というか、まあプラスアルファが欲しいですよね。あげてどうなったんですか？それ聞くんですか、先生？あ、思い出しました。手紙と花一輪を出して、で、これは本当にリアルな話なんですけど、その日に振られました。そうだ、これ、そうだ、マッスル TV で話したやつだ。日頃の感謝を伝えて振られてしまったと。はい、しかも花束を持たせて、一輪ですけどね。なんで、お返しのものは、本当に多分、男性陣困ってると思うので、逆に先生の、もうたくさんお返ししてきてると思うので、おすすめのもの知りたいです。そうですか。今って何が常識というか、昔はですね、キャンディーかマシュマロだったんです。あ、マシュマロでも聞いたことありますね。今はどうなんでしょうね。私、まあ、中学生の時、はい、まあ、キャンディーかマシュマロって言われて、マシュマロの方にした記憶があるんですけれども、高校ぐらいになってくるとですね、
結構ケーキをそのまま渡したりした記憶があります、まあ、キャンディーとかマシュマロっていうと軽い軽いですね、まあ、例えばいくつもある中からこう分けてあげるみたいなこともあるんですけれども、はいはいはい、それだとちょっと、まあ、向こうの気持ちに悪いかなみたいなのがあったのでちゃんとケーキを買って渡したような記憶があります。先生当時めちゃくちゃ持ってたんで数大変じゃなかったですか？そうですね、まあ、でもやっぱりちょっと差はつけたというか本当いや本当まあこれはいいかなっていう人はマシュマロ、まあ、だんだんランクアップしてケーキみたいな感じです、ね、あの私あれの中にちゃんとランクが昇級したんですね。ギリでもある程度ですねちゃんと返さないといけない。そうですね、返さないと、はい、ギリちょっとね、まあ、最近ですとそうですね一番多いのは何だろう、今はもうネットでいっぱいありますので普通に送ることができるんですよね、はい、で北海道 の, あのルタオのチーズケーキってご存知ですか？なんかもう今にも美味しそうなものが出てきた、まあルタオで検索するんですけれども、はい、そのあたりは、まあ、間違いないかなと思います。ただまあ賞味期限とかもあるので、なかなか難しいことはあると思うんですけれども、ね、まあいろいろ調べてなんだかんだ話してると例えばこの子はエクレアが好きだとかいろいろありますので、まあ、好きそうなものを選んで、もう今は本当にネットでホワイトデーで検索すればいっぱいあると思いますので、うん、はい、そういうものを送る。手渡しって意外に難しいですよね、うん、その、 あの会う日も、まあ、ちゃんと会うかどうかともわからないですし、はいはい、結構荷物になっちゃう。確かに持って帰るのが面倒くさいっていうのがあるので、はい、今の時代だったら送るのがいいんじゃないかなと思います、うん、住所分かんなくてももうあっちが入力すれば届けれるものっていっぱいありますね。ありますね、あの LINE とかでありますよね。ありますね、はい、とかありますので、そういうのでもいいかなと思います。なるほど。なんか例えばこのようなスイーツを送ってみたいとか。どうなんですかね。でもなんか先生のおっしゃってる通りで、なんか本来だったらその人その人で喜んでもらえるものをやっぱ渡してあげたいなっていうのはありますよね、はい。意外となんかこういただく方のことを知らずにもらう、僕はあんまないですけど先生の場合あるじゃないですか多分、はい、突然付き合ってくださいって渡されたとか書かれてる時は昔はありましたね、はい、ってなった時に何を考えて選ぼうかなっていうのはやっぱ僕の場合想像でしかないですけど悩みますね。そうですね、まあ、例えばどこかのホテルのラウンジでちょっとスイーツを一緒に食べるみたいなのもいいんじゃないですかね。本命がいました。本命がいたらな、まあ、東京だったらシャングリラとかフォーシーズンあたりのですねホテルのラウンジに行ってちょっといくつかスイーツを選択して、なるほどなるほど、それでもう反応を見て、確かにそれで分かりますもんね、好きな反応が良ければ気になる、うん、というような流れでもいいんじゃないかなと思います。来年のバレンタイン頑張ろう、まあまずはバレンタインにもらわないと話にならないので、そこぜひ、来年のバレンタインには竹田子さんにここに何も書いてないでしょうけどねこちらの方に送っていただければと思います、はい、チョコレートプロテインではなく本物のチョコレートをですね、はい、お願いします、送っていただければと思います、はい、今回はホワイトデー対策、はい、ということでですね竹田子さんにいろいろ過去の話を含め問い詰めてみました、はい、面白かった興味が持てたという方はぜひコメントの方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。プロテイン合戦を行います。投票した方に合計300名様バルクホエイプロテインをプレゼント。で投票で1位になったフレーバーはさらに美味しくリニューアルしますし、はい、うん、投票結果次第で数量を決めてくれば復活することもあると思います。